どうもお勉強ラッパーの光景です。本日の重大発表はこちら。ダダン！光景をお勉強ラップ本4冊目となる世界の国旗ラップがなんとリリースされました。ありがとうございます。リリースされましたというか今月末ですかね、発売になりますのでぜひ皆さん買ってみてください。Amazon の方で予約はもうできるようになっております。世界の国旗全部をですね、5曲のラップで覚えられると、正確には4曲かな。アジアで1曲、ヨーロッパで1曲、北南アメリカと、オセアニアで1曲、そしてアフリカで、この4つで、4曲で全部わかります。そして最後に似てる国旗クイズ。似てるね、国旗ってたくさんありますよね。例えばですけど日本と、バングラデシュとかね、日本の日の丸国旗とバングラデシュ国旗とか似てるんですけども、そういったものをね一個一個ねセットにしてる、どっちでしょうみたいなのを学ぶ、クイズラップが最後おまけに1曲ついてて、4曲プラス1曲合計5曲をで、この世界の国旗を全部覚えられるというようなものを出しましたんで、ぜひ見てみてください。今回はですね、児童向け、幼稚園から低学年向けに作りさせていただきましたので、基本的には全部ねこうやってひらがなでなっております。いつも通りね、歌詞になっておりまして、音楽は別途この QR コードの方から聞きながら、これをめくりながらね、一緒に歌っていくみたいな形でございます。動画の方にも当然なっておりまして、その動画は僕の YouTube チャンネルでも公開させていただきますので、ぜひそっち見てみてください。ただ絵本とねセットでこれね、なんかフリップしながら視覚的に見ながら覚えた方が確実に覚えられるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、音楽動画プラス絵本という形で皆さん買ってみてください。ターゲットの人もいればですね、ちっちゃいお子さんとかね、甥っ子とか姪っ子いればぜひプレゼントにもね、いいんでね、ぜひチェックしてみてください。こちらは小峰書店さんから発売になりまして、1800円プラス税込みでございます。どんな感じかっていうのはね、別途僕の YouTube の動画見ていただければいいんですけども、簡単にご紹介するとこんな感じです。左上、いいよ、グッド。白色の、星50個。赤白線ある、派手にな。13本書けば、アメリカ。みたいなね。そんな感じで、これはアメリカの国旗。当然ね、派手になと、アメリカとかでね、韻を踏むような構成になっておりまして、韻を踏んでるところはね、響きが似てるので、こういった赤ポツポツみたいなのもね、上に点をつけてね、こことここは韻を踏んでますよっていうのも分かりやすく作っております。重要なところはこうやって4小節使ってて、その次に重要なところは2小節使ってて、みたいな感じで、重要度に応じてね、歌詞は分配するんですけども、でも全部の世界の国を入れております。小峰書店さんから出版させていただきました。この YouTube の方でも公開させていただきますので、ぜひまずはねそっちを見てみてください。ということで頑張ってこちらで勉強していきましょう。以上光景王でした。最高。アジアの旗を学ぼう。国旗日本、韓国、中国、ブータン、国旗インド、ネパール、サウジアラビア。覚えよアジアの主な国旗。真ん中に建物貼っときな。横青赤青カンボジア。赤色に星結構やる。金星目立つベトナム。